はい、それでは2時間目を始めたいと思います。2時間目のテーマはオリンピックムーブメントの推進、可能によるオリンピックムーブメントの推進です。同じように資料と時々資料を見ながら話を進めたいと思います。3つの橋、流れがあって、1つ目は震災後の、スポーツ公園とか、そういう話を真田先生から聞いていると思いますが、オリンピックムーブメントに対してどうだったかということを一つお話しします。それから二つ目としては1940年の東京大会ですね、これの招致活動の様子、それから最後に、可能によるというよりも、お互いに IOC 委員たちとの交流の中で影響を受けていると、これが実はまた跳ね返ってオリンピックムーブメントの推進の原動力になったのではないかという話をしたいと思います。じゃあまず最初に震災後のオリンピックムーブメントです。はい、皆さんが生まれる前ですかね、ちょうど前ですね、これは何の震災の写真かというと阪神・淡路大震災です。でこの時実は僕は教員1年目でした。当時はですね、僕は中学と高校の、私立の中高一貫校の教員をやってました。で、だいたい1800人規模の学校で生徒を2人失いました。で実はこの時僕は別の学校でフランス語を細々と勉強してたんですけど、そこの先生も亡くなりました。合計でですね6000人を超える方が亡くなったという大きな震災でした。いつだったかというと、1995年の1月17日、ちょっと Windows95 が出る年なんですね。でこの時はまだいわゆる Windows、 みんながイメージするこのマウスで動かす Windows はなかったので、我々教員は生徒の安否情報とかをもうカチャカチャカチャと入力するような、コマンドを打って立ち上げてというようなコンピューターで処理をしていたことを思い出します。でそう言ってる間にですね、僕はまだ神戸の大学に勤めていた時ですが、これはみんな知ってるよね、2011年の3月11日に今度は東日本で大きな震災がありました。神戸はですね全然揺れませんでした。で会議中に突然総務課の人が飛び込んできて、今日本で大きな地震が起きたというようなことが、会議の途中に出てきたことを思い出します、ね、これはみんなの本当に記憶に残るところでしょう。でこの、これからといいますか、我々の時代から約90年前ですね、関東大震災がありました。これはもちろん我々の、僕自身も記憶には、身体的な記憶は全くありません。で、加納が生きた時代というのは実はこの時代だったんですね。で、我々震災経験した人なら分かると思うんですけれども、本当にその直後はどうすればいいんだろうと。もう家を失った生徒もたくさんいたわけです。全然お風呂に入れない生徒、いたわけです。何からこう何を優先して支え人そういう人々を支えていけばいいんだろうというようなことを日々考えて取り組んでいました。その中でスポーツって優先順位低いよねっていうのが、おそらくは阪神・淡路大震災の前までの考え方だったと思います。スポーツなんて必要ないと、大事なのは食べるもの着るもの、そういうことだ。ところがこの時に阪神・淡路大震災の時に少し落ち着いてくると、日々の生活の中で、体を動かすこと、あるいは、体育スポーツに限らず文化的なこと、いわゆるサバイバルには必要ないんだけれども、人間的に生きていくには、これが必要だねっていうことが認識されるようになって、
で、その後東日本大震災の後にはいろんなスポーツ選手が被災地を訪れたり、ね、被災者が集まるところでスポーツ的なイベントがあったりということがこう立ち上がってきました。で、この関東大震災の時どうだったのかということです。1923年の9月1日というのは皆さんも分かっていると思うんですけれども、実は加納は早かったんですね。この時加納はサハリンにいました。で、約1週間かけて東京に帰ってきたわけですが、その、関東大震災から約1ヶ月後ですね、加納が帰ってきてからですか、3週間の間に万難を排して特に優秀なる競技者を派遣。何のことかと言いますと、翌年の1924年はパリでオリンピック大会が開かれることになっていました。要するにオリンピックの選手を派遣するか派遣しないかです。で、さっきも言ったように今はね、大きな震災が起こってもスポーツ大事だよねっていう認識ありますけれども、この当時どうだったのかなと。さっき話したように阪神淡路大震災の時はまだスポーツっていうのは大事だよねっていうような話は出てきませんでした。おそらく関東大震災の後もそうだったんじゃないかなと思います。そんな中で加納はオリンピックには選手を派遣しますよと、万難を排して少数制で挑みますということを決めたわけです。そしてその翌日オリンピック大会参加を宣言します。これすごいことだと思いませんか。この関東大震災ってね、みんながよく知っているようにいろんなデマとかが飛び交って、ね、人を殺めるっていうようなこともあったりとか、本当に大変な中スポーツをやるんだ、オリンピックをやるんだと宣言する、ね、で1924年の時クーベルタンに、手紙を出しました、ね、手紙を出したんですね。今から紹介します。で、この手紙はどこにあるかというと、加納がクーベルタンに宛てた手紙はすべて IOC 国際オリンピック委員会のアーカイブスに残っています。クーベルタンは歴史っていうのを非常に大切に考えたので、加納に限らずいろんな人との手紙のやり取り、ね、今だったら E メールですけれども、手紙を、100% とは言いませんがたくさん残しています。で、手紙だけではなくていろんな会議の資料とかも、本当に手書きの資料とか参加者の、ね、リストとか、そういうのが、ね、アーカイブスにあるんですね。残念なことに加納時頃はね、そういうところは少しきちんと考えていなかったかなと、ね、今日も新聞出てましたけれども、財務省と、どこだったかな、もう一つの役所は60日で E メールをサーバーから廃棄するというようなことが今日ある新聞の一面に載っていました、ね、そういうように歴史を後からこう確認できる作業、確認するということが資料がないとできないんですが、加納はちょっとそういう意味ではクーベルタンの手紙一つも残してないんですね。これはちょっと残念なところです。で、手紙の説明に入る前に、この直前にですね、当時の内閣、清浦内閣が解散、直前に解散しました。ちょっとこれを頭に入れておいてください。はい、これが加納のクーベルタン宛書簡の、1枚目なんですが、最初ね、出だしこういうふうに書いてあります。I thank you very much for your kind letter inquiring after my safety at the time of the recent earthquake.、ね、最近起きた地震の時に、私の安否を、ね、尋ねる、こう心配するような手紙をありがとうございました。つまり、クーベルタンは関東大震災が起きて、おそらくすぐに加納に手紙書いたと思うんですね。加納さん大丈夫かと。で、それに対する返信です。で、As I have answered you by telegram と書いてありますので、加納は手紙を書くより先に電報で自分は無事だということをクーベルタンに伝えているということがわかります。さあ、
で、まあ、いろいろ話を、まあ、地震はね大変で、あもう横浜とかあの横須賀とかもう壊滅的でとかうんぬんというような説明があって、その後ですね、まあ、先ほど言った協議者をあのなんとか派遣したいと思いますと。でその後です、こういうようなことが書かれていました。帝国議会は通常3月末に閉会するので、ね、加納は貴族院の議員でした、普通はどんなことがあっても7月より前にはパリに到着できます。要するにオリンピックが行われる、ね、7月には自分はパリに行けると通常であれば。しかし最近になって衆議院が解散され、つまり清浦内閣が解散され、ね、あの内閣あの衆議院解散と言ったんでしょう、十中八九新しい衆議院が6月に組織されることになります、なりました。この場合国会は7月に召集されます。これが私がその時日本から離れるのを妨げるのですと、まあ、このように自分の状況を説明しておいて、で次こういうことを言いました。私たちの国、つまり極東ですよね、ヨーロッパから見ると東の端、私たちの国はオリンピック大会が一般的に行われる地域からは大変離れていますと、ね、遠いですと。したがってたった一人委員が一人だとオリンピックごヤードごとあのオリンピアードごとに出席することは困難です。4年に一度オリンピック大会あるんだけど、ね、当時飛行機ないよね、船ですよ、船、ね、今は日本とあのヨーロッパだと、まあ、11時間とかで着きますけれども、船だったら何日かかるんでしょう、まあ、こんな時にね、4年いくら4年に一度とはいえ毎回自分が一人だと、ね、大変だと、ね、自分の用事もあるでしょう、ね、でも今もし委員が2名いるとすれば、1人が出席できない場合でも他の1人は出席できることでしょう。迫りつつあるオリンピアード、オリンピアードというのはオリンピック大会のことです、には岸博士が向かいます、と同時に前回のオリンピアードの時にそういう事情だったのですが、もし翌年に IOC 総会がローザンヌで開かれれば私は当然出席できると思います。つまりね、オリンピックは4年に1度なんですが、 IOC 総会、国際オリンピック委員会の総会は毎年開かれてるんですね。ヨーロッパからだとね、行きやすいですよね。ところが日本からだと大変だと、ね、だから2名いるとでもそれがあの可能になるのじゃないかなということをちゃんと理論、論理的に説明して、でこう頼みました。あのもう1名ね、委員認めてくれと頼んだわけです。そうするその後ですね、もし何らかの理由で委員2名が日本に許されないのでしたら、その時は私が辞任しますので、この左側の岸博士を承認してくださるように望みますと。なぜなら彼は現在国内オリンピック委員会の会長であり、しかも大日本体育協会の会長でもあるからです。日本オリンピック委員会と大日本体育協会っていうのは実質的には同じ組織です。で IOC に対しては国内オリンピック委員会、ね、で日本国内に対しては大日本体育協会というように、まあ、あの説明していたわけです。でどちらとも会長は岸誠一でした、当時は。でしかもあの大日本体育協会 の, かあのごめんなさい、私は今その名誉会長なのです。もう加納はですね60を超えて、名誉会長になっていると。で私が会長の時、まあ、岸博士は副会長で自分のサポートをしてくれましたと、ね、いうことです。で彼は 岸博士は日本における運動競技の熱心な推進者です。彼は卓越した弁護士で、かつては東京弁護士協会の会長でした。私は彼は私たちの委員会の委員に適任であると確信しています。彼の使命は岸誠一博士です。あなたがこの事情を考慮してくださることを望みます。つまり震災直後にあの、ね、万難を排して少数制の選手団を送りますと。でそのついでにですね、ついでといったらなんですけれども、日本のオリンピックムーブメントをより確かなものにするように、委員をもう一名というように
お願いしているわけです。でしかも感情的にお願いしているのではなくて、非常に論理的に、ね、相手が説得されるようにきちんと説明していると、ね、これが震災後に取った彼のオリンピックムーブメントの、ね、一つの、まあ、動きでした。はい、それでは今日の今日というかこの2限目のメインテーマの1940年東京大会の招致についてです。はい、皆さん見てください。これ何を言おうとしているのか、ね、想像してみてください。これね、いろんな大学で、やりますけれども、今日はねちょっとビデオ撮ってるのでもう聞きませんが、すぐにやっぱりね学生賢いから分かってくれます。これは何かというと、オリンピックが開かれたところをプロットしたものですね。で注目してほしいのはですね、皆さんいいですか、この前リオ大会あったよね、1916年。でこれがなければ、まあ南アメリカではまだやったことがなかったということが分かります。つまり空白地帯で、今でもこのアフリカは地理上では空白地帯になっています。で注目してほしいのはいいですか、このアジアです。アジアで一番初めに行われたオリンピックは実は1964年でした、ね、1964年。その後アジア の北京とか、ソウルとか、ね、今度ピョンチャンとかね開かれるわけです。まあ、日本でも長野札幌、ね、開かれています。つまりここも加納が招致活動するまでは空白地帯だったわけです。まずこういう状況ですね、押さえておきましょう。より具体的にはこういうふうになっています。64年の東京大会まではすべて、まあ、ヨーロッパもしくはアメリカで行われていました。で64年が最初なんですが、皆さんにはぜひ覚えておいてほしいのが1940年、これは第二次世界大戦のために結局は中止になったんですけれども、東京で開かれる予定だったということです。これが俗に言う幻の東京大会と言われる大会です。ちなみに1916年も抜けてますよね。でこれはベルリンで開かれる予定でした。ところが第一次世界大戦で開かれませんでした。で64年東京大会が開かれた後、今度ちょっと夏の大会と冬の大会に分けますけれども、夏の大会で64年東京の後メキシコシティミュンヘンと続きますが、アジアをちょっと色つけてみるとね、1,2,3,4つなんですね。今度の2020年で、ね、4つになります、ね、アジアの、まあ、存在なんて言うんでしょう、存在感が増してきたことが分かります。それから冬の大会でアジアで初めて開かれたのはこの、札幌大会でした。1972年。で札幌の後アジアはやはり4つですね。そして、4つというかまだこの2つは開かれてないんですけれども、アジアと続きます。つまりもう一度言うと、夏も冬もアジアの存在感が増してきているということが分かります。でその先鞭をつけたのが1940年でした。はい、じゃあちょっとこれを戻って資料に目をやってください。ちょっと資料の説明をしたいと思います。2番の1940年東京大会の招致活動を見てください。で先ほど言いましたように、実際に開かれはしませんでしたけれども、この40年の大会東京で開かれることになっていました。でも最初からスムーズにいったわけではありません。まず最初ですね、1930年、約10年前ですね、当時の東京市長の永田秀次郎が、大会招致、ね、なんとかオリンピックを東京に持ってこられないかという調査を、山本忠興、まあ、彼は日本学生競技連盟の会長だったんですが、彼に依頼します。海外で
陸上、国際陸上大会開かれるんですけれども、その時にちょっと探ってきてくれと依頼しました。そして脈はあるぞということになって、翌年の1931年、10月28日、東京市議会が1940年オリンピック大会の招致を決議しました、ね、ここで招致活動をやるということが招致が決まったわけです。そしてその1年後、翌年32年の7月下旬に、可能は、これ主語ないのは可能だと思ってください、IOC 総会ロサンゼルスに、出席しました。この32年というのはロサンゼルス大会の年です。要するにロサンゼルス大会をが開かれるときに IOC 総会があったんですね。で、ラスール会長に東京がを招致したいということを表明しました。そして、その2ヶ月後、実はですね、先ほど紹介した岸誠一、ね、クベルタンがもう一人 IOC 委員として認めてくれって言われた岸誠一、まあ、彼はクーベルタンの理解が得られてすぐに IOC 委員になったわけなんですが、彼が天皇にご進講したんですね。天皇にいろんなものの説明をしたするんですけれども、オリンピックについて実は天皇陛下に説明をしました。その時に岸の見立てでは1940年の招致は厳しいということを言っています。で、これは実は36年の大会と関わるんですけれども、ちょっと戻しますね。36年、皆さん36年見てください。ベルリンと書いてあります。この組織委員会の会長どなたかご存知ですか？2020年大会の組織委員会の委員長は森喜朗さんですね。で、この36年のベルリン大会はみんなの知ってる人です、ね、ヒトラーです。で、ヒトラーは最初オリンピックは嫌いでした。で、もちろんベルリンになるということだったんですけれども、ヒトラーがこのまま政権をこのままというか、ヒトラーの意向が強くなればベルリンは辞退するかもしれない、オリンピックどうするか分かんない、まあ、このような政治的ないろんなことがあってちょっと不透明な部分もあると。で、40年はローマも絡んでくると、非常に厳しいと、これが岸の見立てでした。そして面白いんですね、歴史見てください。33年、みんなが知っているように日本は国際連盟を脱退しました、ね、松岡洋介がこの2月にですね、国際連盟の総会から臨時総会から退場したというシーンはみんな歴史でよく知ってると思うんですが、いいですか皆さん、第一次世界大戦後にできた国際秩序を、ね、守る、維持する世界的な機関から日本は脱退したんですよ、政治的に。ところが一方でオリンピックに立候補している、今じゃちょっと考えられない歴史ですよね。そして、その同じ年の33年6月にウィーンで IOC 総会があって、これに可能は出席しました。で、そこで東京大会の組織、競技場、経費について、報告しました。で、この時もですね、この時に杉村陽太郎という、これは彼女五郎の弟子ですけれども、元国際連盟の事務局次長です、彼が IOC 委員に就任しました。で、この6月9日、この IOC 総会の最終日ですけれども、東京の夕べと題する、レセプションというか、会をですね、要するに日本のことを理解してもらうというような宴会を設けて、ウィンの人、それから IOC の委員を招待したわけです。で、そこら辺の事情が次6月12日の永田秀次郎宛書簡、書簡の間に竹冠ついてないですね、ごめんなさい、入れといてください。彼女五郎のが永田市長に宛てた手紙で報告されています。それをちょっと見たいと思います。はい、日本に招待の件、
会長の注意、ラツール会長ですね、注意で、35年に開かれる委員会までは正式の会議には持ち出さないようにした方がいいと。要するに個人的には聞くけど、正式の会議は出さないでくれと、そういうことを言われたので、裏面の運動にとどめ候が、つまり裏でね、表向きには出ないけど裏でいろいろ動きましたと。が有力なる委員をだいぶ動かすことができたと、ね、影響力持っている委員をだいぶこう説得して、ね、日本に応援し、日本を応援してもらえるように話ができたと。で、今日では至りの競争よりは事実と費用が勝るという問題の方が心配になるまでに相なる思想論、つまりローマとどうもローマも立候補するということが分かってて、ローマと競争になると。ところがローマとの競争が大事というよりは時間と、日本へのね、行く時間と費用の方がかかるんじゃないか、だからこれをローマに勝つにはどうしたらいいかじゃなくて、時間と費用をどのように納得してもらうかという話になってきたと、ね、つまりだいぶ可能は後ろで動いたということが分かります。はい、そして続けて去る9日、6月9日ですね、さっき年表で見たところですが、国際委員全体と、つまり IOC 委員全員と、当地の名門リー・ヒテンスタイン公爵夫妻、キーンスキ公爵夫妻、その他公爵伯爵等有力者74人を晩餐会に招待いたし候のところ、つまり70人ね、招待したと、ね、晩餐会に招待したと、近年まれに見る盛会であったと噂されるほど人気を得、日本に好意を寄せ親しみを感じる人は人加わり、好都合にて候、つまり日本への理解がこの、晩餐会でこう高まったと、ね、決してね、こういう招致って、文章だけで終わらないんですね。人と人との、感情も含めた、交流を通して日本の立場を理解してもらう、こういう活動が必要だったわけで、カノンはこの、先頭を切って走っていたということです。そして、こういうことも書いています。この度は日本の国際委員を3人にすること、ね、先ほど岸誠一をという話をしました。もう一人増やそうと、3人にすることを持ち出し候のところ、最初は会長において日本にそれだけの優遇を与えてよいかというあたりにいくらか懸念ありし、模様なりにて候のところ、つまりラツール会長は日本にそんな3人もというのはちょっと いいものを与えすぎとちゃうとね、ちょっとそれはできんのちゃうかなというようなことを会長自身は言っていると。でもかねて懇親にして、これ折り候補されるかな、折りっていうのは関西弁っていうか、西日本の言葉ですけど、セリル将軍、この間まではトルコ大使セリル将軍が味方をしてくれ、またスウェーデンのエドストローム氏、これはエドストロームっていうのは元会長なんですね、元来の日本の味方、エドストロームっていうのは日本の味方、日本を支持するんですね、それらの人の尽力で会議の承認を得、引き続き杉村陽太郎氏をその第三委員に推薦いたし候のところ、満場一致で可決いたし候、委員を3人にしておくことは35年の会議の時日本に有利と存じ候、つまりここで杉村陽太郎元国連事務次長が IOC になったと言いましたが、これもかなり彼女五郎が言ったら裏で手を回して他の IOC 委員を説得しておいたからということが分かります。はい、そしてその杉村はですね、カノンの弟子でもあったんですけれども、カノンの期待にたがわぬ働きをすることになります。資料にちょっと目を戻してください。1934年のところね、5月16から19、今度は IOC 総会がアテネで、開かれて、これにカノンは出席しました。でその際ですね、日本のスポーツ写真、アルバムですね、これを配布し、いろんな人に日本のスポーツ状況を
あの写真でね見せて、アルバムにして写真で見せて、あのこのように施設もそれからスポーツへの取り組み の組織も考え方も精神もみんな整ってますよっていうようなことで招致活動してたわけです。でこの時ですね、岸誠一も亡くなるんですけれども、に代わって、添島道正さんが IOC 委員に就任されます。要するに IOC 委員3人体制が堅持されたわけです。でこの、実は写真集というかアルバムは、実はこれも右に座っている真田先生がですね、新しくリプリントして、それで我々が手に取れるようになりました。さてその杉村ですが、年表にこの資料にありますが、12月13日、当時駐イタリア大使だったんですね。でイタリアにいたのでムッソリーニと会談しました。ムッソリーニご存知ですよね、ヒトラー・ムッソリーニ、ね、日独伊同盟をこう作る人物ですけれども、彼と会談しています。その会談の報告がこの今スライドに出ているものです。杉村陽太郎からの報告、僕は今のこと知らないんですが、当時の大使とかっていうのは本当にこう外国との交渉とか外国の新聞での日本の報道とかっていうのをこと細かに報告して、それをどん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 本国に送っています。でその、うちの一件ですが、ムッソリーニとの会見録、その6送付の件と、見てたら面白いんですね。で12月13日誤信任状法廷後の、これはね、日本の外務省から、日本とローマお互いに招致してるんだけど、ぶつかり合わないようになんとか進めてくれと、うまいことを日本が承知できるように、ね、説得してくれという指示を受けてたんですが、この誤信任状法廷後の最初の訪問として、要するに最初にムッソリーニを訪問したと。でムッソリーニは天気の悪しき日にはご機嫌悪し、面白いね、天気が悪かったら機嫌悪いと、こういうことはね、結構外交官は大事なんですね。こういう状況、何々が好きだとかね、何が嫌いだとか。で、今日は、ご機嫌悪し、ただいま会見したるが、今日は雨天なれば、談話何重を極め困難せりうんぬと、つまり非常に難しかった、雨降ってて機嫌悪くてね、なかなか話うまいこと進められなかったと書いています。で、杉村はこのように説明しました。オリンピック、自分はイタリアの駐イタリア大使なんだけれども、もう一つオリンピック委員として東京市の異国政府側と正面衝突をなす問題の処理にあたる、自分としては、つまり、東京、それから異国政府側と書いてありますが、ローマですね、この正面衝突を今しているわけなんですが、これを処理する、ね、係の自分としてはこの際明確に、我が方の決意をお話ししておく方、しかるべきと、信じ申し述べる次第なりと、つまりもう 腹を割ってしっかり話しましょうというふうに、注意したる後、こういうことを少し話しましたと、議論しましたと。そうするとムッソリーニはこういうふうに言ったそうです。イタリアのスポーツ関係の連中は、スポーツ関係者はぜひ1940年に開きた市と熱望しつつあるも、要するにイタリアのローマ関係者はもう絶対に1940年ローマで開きたいと言ってるんだけれども、それは未だにして自分の決裁を経たる者にはあらず、要するにムッソリーニは自分は決裁してないと、ね、こういう言説を引き出したわけです。はい、じゃあもう一度資料に目をやってください。これが12月13日杉村ムッソリーニと会談の後の報告でした。そして翌年、1935年1月16日もう一人の委員の添島と杉村がムッソリーニを訪ねたわけです、ね、再び会談しようと思って、ところが添島は風邪をひいて熱が出て、ムッソリーニと会う直前にそっとしてしまったんですね。倒れてしまった。
それでこの会談は中止となりました。それから約1ヶ月弱、もう一度杉村添島はムッソリーニを訪ねて、それからその時にムッソリーニから分かった、ローマを辞退させるからというような確約を得ました。でこれはいろいろ逸話があったりするのですが、例えば、添島は熱を押して体調悪いのを押してムッソリーニに会いに来て、それで倒れたんだとね。でムッソリーニはもう侍のような立派な人物だ、もう素晴らしいというふうになったという逸話があったんですが、どうもそれよりも当時イタリアがエチオピアに侵攻して、その、こう孤立しつつあった、国際社会から孤立しつつあった、日本と同じ状況ですね、満州国云々で、リットン調査団でこれは認められないとか云々となったのと一緒で、イタリアも孤立しつつあったと。でその時に日本がうまいこと、イタリアが孤立しないようにという政治工作がどうもあったようだと。これが原因で、これが要因となってムッソリーニがローマ辞退をする、まあ、このような背景があったというふうに言われています。そして1月、ごめんなさい、これちょっと僕の順番間違えたな、IOC 委員に当てて東京招致のしますからという投票お願いしますというような懇請状が出るんですが、このいろいろ要するに IOC 委員に東京に投票してねというふうに言うわけですが、加納治五郎が一つ出した電報があります。でそれがこれなんですね、ブロネイというスイスの委員に当てて、当てた電報です。これもIOC のアーカイブスにあります。でブロネイという人はスイスの委員なんですが、実は非常にクーベルタンと近い人物でした。つまり元会長と非常に近い人物、影響力のある人物で、もっと言うと第一次世界大戦の時、クーベルタンはある期間 IOC の会長を退いたんですね。ちょっと軍関係の仕事をすることになって、それでその時の暫定の会長がこのスイスのブロネイだったわけです。で、このブロネイに当てて加納が電報を打っています。で何の電報かというと、2月の下旬に行われる、IOC 総会で日本に投票してねということです。ここにはですね、フランス語で、これ未来形なんですけれども、1940年日本に投票してくれることに感謝しますと、ね、ブロネイはスイス語、フランス語圏の人物なので、フランス語で加納が電報を書いています、ね。でブロネイはこの電報に対して加納に今度は手紙で返信を送りました。ブロネイの加納宛書簡ですが、少し前にあなた及び東京市長殿からの興味深いメッセージと公用文書、その上見事な写真アルバムを排除しました。これさっき言った加納が写真入りのアルバムをね、を持って、IOC 委員を説得したと、これ のことだと思います。で感謝を申し上げますとともに以下のように返答させていただきますので、市長殿への伝言をお願いします。すなわち IOC の承認と全委員の注目を一度に必要とする日本の計画のために、簡単に言うと東京の立候補ですよね、東京に開くという招致の計画、私には積極的に尽力する用意があるということです。私は日本のサポーターになりますよというようなことを述べています。で世界中の報道機関では、日本が最近イタリアや他の地域で予防線を張り、その願いをさらに強固にしたという声明が出されました。つまりいろいろローマとね、ローマというかイタリア側と政府同士の交渉をして、うまいことやってんじゃないかというようなことが報道されたと。でこれについては、他のことと同じで、オスロで次開かれる IOC 総会、これからね3週間後だったかな、開かれるオスロIOC 総会の会談からの情報を待たなくてはいけませんとなりません。
で自分はいろいろと問題があって、スイスにとどまらざるを得ませんと、ね、IOC 総会に自分は出席できないと。しかし私の立場がはっきりしていることを確信なさってください、ね、ブロネイは実力者ですから、やはり新米の IOC 委員などから、相談があったときはこういうようなことで東京を応援した方がいいですよというようなアドバイスができたわけですね。で投票は総会の最後にしか行われないでしょうし、でここもねやっぱブローネはもう情報を掴んでるんですね、私はないかもしれないと考えています、ね、投票要するに1940年の開催地どこに決めるかっていう投票する予定だったんですよ。でもブローネは ないかもしれないと。でこれ実際なかったんですよ。だからね、ブローネぐらいになるといろいろな IOC 委員とのやり取りで、実力者とのやり取りも含めた中でこういうことが判断できたと。でその時には申し出のあった各要請の利益のため、これはおそらく立候補の、ね、ことだと思うんですが、各都市からの立候補、ね、いろいろあるんだけれども、最も望ましい解決に喜んで投票します、ね、でそれはすなわち彼の場合は東京のことですね。でいろんなこう立候補の、ね、申請には折り合いをつけられるでしょうし、私はそうなることを望んでいます、まあ、このようなキーパーソンとのやり取りもあります。これは一例ですね。だから他の人ともこういうことをやっていたのだと思います。はい、じゃあ、資料に目をやってください。先ほど言った1935年の2月26日から3月1日、杉村が IOC 総会オスローに出席しました。でそこではやはりブロネイの読み通り開催地決定が延期となりました。これはねラツールという会長が、まあ、杉村からの報告によれば、日本とイタリアが政治的に折り合いをつけて、ローマが辞退する、まあ、このような情報が入ってきて、オリンピックに政治的な影響を認めたくないと、それはけしからんということで投票をやめにしたと、まあ、このように会長としては非常に不服だったわけですね。日本とイタリアの裏取引が、ね、そういうことを杉村は報告しています。でこの会長ですが、1936年の3月、翌年ですね、ラツールというんですけれども、日本に来ます。でこのラツールさん、先代のエドストロームさんと違って日本どちらかというと嫌いな会長でした。日本にあまりよく思ってなかった。でこの会長ね、をなんて言うんでしょう、まあもちろん東京大会、まあ、決まる前なんですけれども、こう日本に来た時にどうにか日本に賛成してくれるように仕向けないといけないと、そういうことでいろいろ関係者は頑張りました。もちろん彼女頃も頑張りました。滞在3週間なんですが、その、まあ、約半分、まあ、半分もいけませんけれども、3721の半分ですか、9日間カノーはラツールの接待をしました、ね、そして、5月22日この日本を訪問していろいろな説明を受けたラツールはクーベルタンに手紙を出しました。もう何の権力もないんですけれども、クーベルタンに手紙を出して、日本にはスポーツ精神、オリンピック精神が渦巻いており、12回大会の開催地としてふさわしい印象を持ったと伝達しています。つまりカノーを含めいろんな日本人関係者の、まあおもてなしというか接待によって、ラツールの日本を批判していたラツールの気持ちが変わって、あ、日本っていうのはスポーツに非常に理解のある国だと、これならオリンピックやっていいんじゃないかという感触を持った、ね、こういうふうに変わったということはやはりカノーの力の、一つのこう現れで、あると思います。で先ほどから言っているように、招致というのは別にその可能だけがやっているわけじゃなくて、本当に日本の外交官はいろいろ動いています。でその一つがこれなんですね。
これは矢野講師と、これ地理だったかな、ちょっと言いますね。24日、まあ、7月24日ね、35年、まだこの7月の、ここで、ごめんなさいね、7月の下旬に IOC 総会があって、そこで1940年の開催地が決まるんですけれども、それまでに動いてて、その直前に矢野講師が24日、1週間前、チリオリンピック委員会会長本市を訪問し、同委員会は1940年東京にオリンピック大会開催を支持することに決議せる旨の書面を施行せり、異彩有法。つまりいろんな国の大使が、講師が動いていて、その国のオリンピック委員会の会長が、あ、日本に投票しますからということを手紙でちゃんと書面にして持ってきてくれたと、ね、このようなこう活動が世界で行われていました。そうする中、資料に戻りますが、まあ、7月29日まだ決まってないんですけれども、クーベルタンは日本にメッセージを出しますね。もしオリンピックが来たら素晴らしいことになりますと、ね、古代ギリシャ文明、とその東洋の、ね、日本的なアジア的な文明が融合すると、これは素晴らしいオリンピックになるに違いありませんというようなメッセージを、日本国民に宛てて書いたんですね。で、実はこのメッセージがクーベルタン、ごめんなさい、これは間違いです、ね、そういうメッセージが日本に後に送られてくることになります。そしてその2日後の7月31日に IOC 総会があって、カノンはそこに出席しました。そして最終プレゼンテーションしました。そしてヘルシンキとの一騎打ちで決まったわけです。で、その直後にスピーチもしています。で、これはですね、クーベルタンが岸誠一夫人に宛てたはがきなんですね。で、31日に決まってますから2日後に書いてます。まあ、当時ネットなんかありませんから、新聞でね、決まったとか送られてきて、そしてすぐにクーベルタンが書いたんでしょう。 In favor of Tokyo, a vote which as you understand gave me the greatest satisfaction for us everybody knows。 要するに東京に賛成する、ね、投票っていうのは皆さんが理解しているように私には大きな満足を与えてくれましたと、ね、もうみんな知ってますと、ね、要するにクーベルタンは非常に喜んでいるというようなことが分かります。クーベルタンはこのように非常に筆まめな人だったんですね。そしてこれがクーベルタンから日本へのメッセージで、こんなことが書かれていました。第12回オリンピック大会を東京において開催する日本の使命は、今までいずれの国に与えられた使命よりもはるか重大である。東京オリンピック大会は単にオリンピックの成果を世界に照らし、全アジアに近代オリンピック精神を最も根底なる方法によりて普及せしめるのみならず、古代欧州文明の最も貴重たる所産たる世界的なヘレニズムを最も洗練されたアジアの文化芸術と結びつけるものである。つまりヨーロッパ的な文化歴史と東洋的な文化歴史とこう融合させる、このような初めてのオリンピック大会となって非常に意義があるんだというようなメッセージです。はい、それで、資料に目をやってください。それから翌年ですね、1937年、みんな知ってるように日中戦争が起こります、ね、日本はどんどんね、世界的に見ると孤立していきます。で、そんな中、実はそんな世界を他国を侵略するような国でオリンピックをやっていいのかというような疑問がどん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 湧いてきました。で、そんな中、カノは1938年に開かれた IOC 総会カイロ、エジプトのカイロですね、ここに出席したわけです。で、そこで1940年の東京大会はこういう面でね、やはり引き続き意味があるんですよということを説明して、それで IOC 各 IOC 委員の信任を得たと。つまりあやふやになった1940年大会、カノの一言で、やっぱり東京に任せておこうという雰囲気になったんですね。で、実はその後アメリカに渡って
でそこから横浜に向かって乗った船の中、氷川丸という船の中で肺炎で亡くなりました。海の上で亡くなりました、ね、そしてその約2ヶ月後、実は日本は東京大会を返上しました。閣議で決定しました。もう東京大会やらないということを決めたわけです。はい、今映っているのが氷川丸です。これまだあるんですね。でもちろん今現役で使われていなくて、これは横浜の港につながれています。みんな見たことあるでしょうか。山下公園とか行くと今でもつながれています。でこれ僕撮った写真ですけど、なかなか自分でうまく撮れたかなと満足していますが、この中入るとですね、ちょっとお金はかかるんですが、ちょっとだけね、お金中入ると可能に関する説明があります、ね、ちゃんと可能に関する説明あるんですね。で、ここにね、乗船中の可能の写真があったり、それからこれはですね、日本柔道の父可能治五郎の乗船というような、説明もあります。はい、じゃあその後ちょっと資料に目をやってください。引き続いてなんですが、最後可能のレガシーというところですね。可能は亡くなったんですが、でも、可能の、まあ、オリンピックムーブメントへの、まあ、働きというか行動というか、これは60年大会につながっていきました。例えば52年に、まあ、戦後ね、日本がこう復興していこうという中、60年大会の東京招致を、まあ、表明したわけですけれども、ブランデージ、当時のアメリカのブランデージ会長は、IOC 会長が来日して、その時60年じゃなくて64年にしときとアドバイスくれたんですね。それは会長ならではの読みがあったわけです。でその10月10日東京都議会は64年大会招致を満場一致で決議して、ほんで正式な招致活動に乗り出したわけです。で58年 IOC 総会が東京で開催され、翌年のミュンヘンの総会で64年の東京大会が決まりました。でこのブランデージっていうのは、実は可能とも面識のある人で、その可能のオリンピックムーブメントに対するこう姿勢、態度、行動がいつまでも彼の心の中に残っていた、まあ、こういうことが非常に色濃く現れた、まあ64年大会の、まあ、スタートだったと考えています。さて、最後です。資料の2ページ目を目に行ってください。で、まあ、オリンピックっていうのをね、何も説明せずに来たんですけれども、ちょっとこれを見てください。オリンピック大会、オリンピックの説明ですね。これはオリンピック憲章という、まあオリンピックの憲法、あるいはオリンピックのルールブックにこう書かれてるんですね。ここはちゃんと押さえておいてくださいよ皆さん。オリンピックムーブメントはオリンピズムというオリンピックの理念に基づいて平和な世界を作ることだと。要するにオリンピック大会はっていう大会が主語じゃないんですね。ムーブメントが主語になって、ね、オリンピック運動、ね、オリンピズムというオリンピックの理念に基づいて平和な世界を作ることだ。だから金メダル争うことだっていうことは一つも書いてない。じゃあ大会は何かというと、4年に一度の頂点であると。でこれがこの前行われた16年のリオ大会だとすれば、左側がロンドン大会、そして右側が2020年大会、ね、大会は4年に一度頂点なんだけれども、オリンピックで大事なことはムーブメントで、これはもうずっと通奏低音のように、日常的な行動なんだと。でその行動は平和な世界を作るための行動であると。これがオリンピックの、まあ表向きの説明なんですね。ところがこれ最初からうまくいかなかったんですね。クーベルタンはこのように言っています。1896年、ちょっと消しましたけれども、第1回のアテネ大会ではいわば歴史の衣をまとって仕事を運んだだけだった。
会議も講演もなければ精神的あるいは教育的なものへ目を向けることも全くなかった。アテネ大会の直後に私が向かったのは自分が取った行動に知的かつ哲学的な性格を呼び戻し IOC にスポーツ団体以上の役割があることを直ちに示すことだった。つまりただ単にスポーツのイベントをやったっていうだけでは本当はオリンピックダメだったんだけれどもアテネでは自分の考えが理解されなかったと。そこで彼はどうしたかというとオリンピック大会を4年に一度開くこととは別にまた毎年 IOC 総会を開くのとは別に自分のイニシアチブ自分の必要だと思った時にオリンピックに関するまあ言ったら学術会議を開いたわけです。でこれがそのテーマなんですけれどもこのコングレスっていうのは、こう説明しています。新しいオリンピズム先ほど説明したオリンピックムーブメントはオリンピズムという理念に基づいてというその理念ですけれども新しいオリンピズムすなわち身体的知的道徳的そして神秘的な全ての教育学を作り出す活動と、ね、体育だけって書いてないんですねスポーツだけ知的道徳神秘まあ知的身体体育知育徳育っていうのは先ほどカノジコロとクベルタの説明でも1時間もやりました。でこれに芸術的な視点これらすべ多様な視点から新しい教育学を作り出すと、ね、で例えばここ体芸があるって僕は非常に素晴らしいと言いましたけれども例えば1906年には芸術と文学とスポーツの、まあ、結合というテーマでオリンピックの会議を開いたわけです。でこ細かいことはどうでもいいんですけれどもだから僕がクーベルタンの立場に立ってオリンピズム、まあ、オリンピックムーブメントの説明をするとしたらこうなんですね。体育知育特育芸術、まあ、これらの観点から新しい教育学を考えていくでそれは世界平和につながっていくような人材を作ることなんだと。でこれが大きな枠組みなんだけれども今我々オリンピックって言っちゃうと全て何もなしにまず、金メダルが思い浮かびますよね、オリンピック・パラリンピック担当大臣になった遠藤大臣というのも第一声が金メダルだとねこう発言されましたけれども、クーベルタンの視点から言うとそうではなくてやはり体育、知育、特育、それから芸術、まあ、これらの視点からオリンピックを考えていかなきゃいけない。まあ、これを日常的なムーブメントにする、まあ、これがオリンピックムーブメントだと。で可能は皆さん体育だけの人間じゃないっていうことはもう十分お分かりだと思います、ね、勉強のこともそれから道徳のこともそれから芸術のこともいろんな教育活動に取り組んでいます。これ自体が実はオリンピックムーブメントだったんだと僕はこのように理解すると1940年の招致活動だけが可能のオリンピックムーブメントではなくてじゃないということが説明、できるかなと思います。じゃあちょっと残りの時間資料に目をやってください。2ページ目です。可能がどのようにオリンピックのビジョンを持っていたのかということです。で、A のところねちょっと読みますね。端折りながら近代オリンピック設立の意思は古代オリンピックがギリシャに限っていたのに対し世界のオリンピックにすることにある。欧州と米国のみのオリンピックではない東洋でも行わねばならないというのが最も大きな理由でしかも日本くらい熱心に大会に参加しておる国は世界中に少ないではないか、まあ、これは東京大会が決まる直前の、まあ、可能の、まあ、おそらく新聞記者が尋ねたインタビュー記事なんですね。だから世界のオリンピックにしなきゃいけない。だから東洋というかアジアのね日本でやることが大事なんだと。で、C の部分です。私が生んだ日本のオリンピックはこれ招致1940年東京大会が決まった直後の談話です。日本が生んだ私が生んだ日本のオリンピックムーブメントはついに実を結ぶことができた。東京で開くとなった以上あくまで世界に模範を示さねばならない。従来のオリンピックは欧米だけで開催されオリンピックの真の意義を発揮できなかったが次回の第12回大会は東京で行うことになりこれによって真に世界的なものになると、同時に
日本の真の姿を外国に知らせることを売るので二重に愉快であると。それから例の部分もちょっと見てみましょうか。3行目の後半からね、日本も諸外国も、まあ、大使公使ね、あの外交官を送り、また実業団体、これは会社で企業ですね、が各国に支店や出張所を設けておって、我が国と諸外国との関係はそういう方面からはあるけれども、つまり政治的な関係、まあ、経済的な結びつきっていうのもあるんだけれども、しかし国と国との本当の親善関係はそういうことだけでは達せられると思うのである。そういう点から考えると、オリンピック大会に参加することは体育の上ばかりではなく、国民と国民との間の親善がこれによって達せられると思うのでありますと。国民と国民との間の親善、つまり道徳的なことですよね。まあ、道徳的というか、あの1時間目に出てきた、自他共栄、ね、クーベルタンでいう相互敬愛、まあ、ここにあのズバッと注目しているわけです。はい、最後です。 IOC 委員たちとの交流からの影響というところで、少し関連の資料を読んでみましょう。A を見てください。この4年ごとの大会の目的は、世界各国の選手を集めて競技せしめ持って体育を奨励するということ、および体育の方針を正しくすることというのにあるのであると、まあ、つまりあのスポーツがあのをしっかりやるというのがあの目的になっているとけれども、なお主なる委員の希望として、ここに集合した委員間の交際並びに青年者の交際によって互いに感情を同じうし、意思を疎通し持って国際間の融和を図るということも軽んずべからざる意義となっておるのであって、英国の同会国際委員某氏のごときはその熱心なる衝動者であると。少なくとも各国から集まった委員間には一種の温かい感情を同じするのであって、現に世がその後各国を巡視した際のごとき、同会委員として仲間であった人々を訪問したれば格別の歓迎と特殊の好意と与えられた。したがって何とはなしに親しい情が起こり、心よい感を有することを経験したのであった。これは1913年の文書なので、1912年のストックホルム大会後のことを言っていると思うんですけれども、要するにあの政治的なあの感情とか抜きにして、オリンピックに集まる委員同士、また若者同士が、こうお互いに理解し合うと、まあ、これがここにオリンピックの価値があるということを彼はあの論理的あの理論的なことじゃなくて肌で感じたということですね。はい、それから最後です。 B、 自分はまた国際オリンピック会議に出席してみても、行くたびごとに唱えられているのは、これは各国の青年がここに来ては国の区別はない、お互いに手を握って融和し国際の協調を助ける手段としなければならぬ、というようなことを諸国の国際委員が唱えておったことを記憶している。国際競技が盛んに行われて、それが体育奨励と国際融和の媒介でありたいものだと思うが、まあ、あの1925年なので24年のパリ大会の後のことですね、談話ですけれども、明らかに単にスポーツのことだけではなくて、国際融和と、ここにあのなんて言うんでしょう、重きを置いていると、オリンピック の, あの重きを置いている。でそういう面の影響をこの委員間の交流からあの受けたということを言ってはばかりませんでした。まあ、このようにもともとクーベルタンと近い近似あの思想的な近似性はあったにせよ、実際にオリンピックムーブメントを進める、そして、委員他の国の委員と交流することによって自分も影響を受ける、まあ、それがあのスパイラルとなって、可能の、人生、まあ、簡単に言うと日本における教育の、まあ改革と、いろんな改革ですね、皆さんが先週学んだこと、先々週学んだこと、それからこれから学ぼうとするような教育の改革につながっていくと、そう理解してもらえると僕の今日の話があの位置づけがあの存在感が存在意義が出てくるかなと思います。はい、最後もう一回言いますね。
もう一回言いますね。大会っていうのは、4年に一度の頂点です、ね、人間ってテストでないと勉強しないよね。うちの息子なんかも全然勉強しない。でもテストでやるともし話にやると、まあ、このように規則的に何かがあるということは非常に大事だと。でも、それを支える、まあ、あのムーブメントと、ねいうのがあの、まあ、より大事、まあ、それを支えるもので、それが教育だったんだと。でその教育を可能はクーベルタンと似たような考え方で日本の教育をどんどん進めていったと、ねクーベルタンの目から見ると可能のオリンピックムーブメントへの行動というのはそういうふうに映るかなと考えます。はい、それではこれであの2時間目の授業を終わりたいと思いますが、質問とかある人はいますか？ないでしょうか。はい、それでは、残りの時間はあの先ほどと同じように出席カードの後ろに感想を書いて、ください。じゃあこれであの2時間目の授業を終わります。